こんにちは、大峰です。最近引っ越し祝いでこの Google ホームをもらったんで、これをファストレビューしていきたいと思います。スマートスピーカーっていうのは初めて触るんで、ろくなことは話せないんですけど、よろしくお願いします。まず最初に、実はこの Google ホームを最初に触っていいなと思えた部分って、この本体じゃなくて外箱でした。最近は質感のいい外箱を利用しているメーカーって増えてるんですけど、 Google ホームの外箱はそれ以外にギミックが凝っていて、こだわりが感じられます。ここら辺はレビューには直接関係ないんですけど、もしこれから購入しようっていう方は、ぜひ実物を確認してほしいところです。それなりに大きな外箱から取り出した Google ホーム本体のサイズはかなりコンパクトで、場所は取らないんですけど、コンセントに差し込むプラグ部分が大きくて、電源タップなんか使ってると使い勝手が悪そうです。電源を入れた後はセットアップのために iPhone にアプリを入れて、ネットワーク設定だったり声の登録をしていくんですが、この作業自体は数分で終わる簡単なものなんで、特に引っかかることもなかったんですけど、僕が最初に戸惑ったのは、設定が済んだ後実際に使用するときに何を話しかけようかっていうのをちょっと悩んだんですよね。無難に行くなら天気を聞くとか時間を聞くとかでいいと思ったんですけど、せっかくなんで、音楽で伊右衛門のスパークを流してって言ったら、一発で認識して流れてきたんで、その時はびっくりしましたね。僕の考えるスマートスピーカーの一番大事な機能っていうのは声の認識率なんですけど、これが Mac や iOS デバイスに搭載されている Siri だと、まず起動させることから難しい。もう何度も何度も Hey Siri、 Hey Siri 言っても、 iPhone や iPad が反応しないことなんて当たり前で、普段全く使ってなかったんですけど、 Google ホームの認識の高さは本当にすごくて感動するレベルでした。もう使い始めて1週間ぐらい経過してますが、その間に呼びかけても反応しなかったのはほんの1回程度で、話しかけた内容をしっかり認識していて、ちゃんと応答してくれるし、これならもっと話しかける内容を増やしていって活用してもいいかなって思います。今は付属していた使い方ガイドの機能以外に、複数の命令を1つの言葉で実行させることのできるルーティン機能を覚えていってるんですけど、1週間使ってみた感想としては、ないと困るっていうよりは、なくてもいいんだけど、あったらあったで便利に使えるシーンはいくつもあるなぁといったところです。僕は持ってないんで試せてないんですが、スマート家電だったり、Chromecast、をつないだテレビとも連携できるみたいなんで、今後そういったデバイスを買った時にはまた違ってくるのかなといったところです。最後になりますが、この Google ホームの欠点だと思える部分を話していきたいと思うんですけど、この Google ホームすごい気に入ってて毎日使ってるんですけど、音質が良くないっていうか悪いんですよ。音が単純に悪いっていうわけじゃないんですけど、音がこもった感じになってクリアに聞こえないのが辛いですね。音楽を聞くときならいいんですが、ポッドキャストを聞くときなんかは話し手さんの声が聞き取れなかったりすることがよくあるんで、ここら辺は次のモデルで改善してほしいなと思いました。いかがでしたでしょうか。音質は良くないんですけど、最高の認識率で、普段使うにはもう何もストレスなく使えてるんで、ものすごい気に入っています。アプリを追加することによって機能を拡張できるみたいなんで、今後はそれを試してどれぐらい便利になるかをチェックしていきたいと思います。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。